公共曲第6番に蝶々作品60はアントニン・ドボルザークが1880年に作曲した公共曲。作曲を依頼したハンス・リヒターに検定された。ドボルザークの公共曲としては最初に出版されたため当初は公共曲第1番とされていた。ドボルザークの他の公共曲同様しばしばブラームスの影響が指摘される。フルートにピッコロ。 オーボエに、クラリネットに、ファゴットに、ホルン4、トランペットに、トロンボーン3、チューバ1、ティンパに、弦5部。約45分。初演は1881年3月25日、プラハでアドルフ・チェフの式のもと、行われた。翌1882年には、ライプツヒト・ロンドンで、1883年には、ウィーンで演奏された。 このうちロンドンでの演奏は、リヒターとロンドンフィルハーモニック協会によるものである。リヒターは依頼当初、ウィーンフィルハーモニー管弦楽団との演奏を計画していたが、実現することはなかった。ドボルザークの死後しばらくは演奏機会に恵まれなかったが、1950年代以降、アンチェル、クーベリック、ケルテス、ドホナーニ、ノイマン、スウィトナー、ビエロフラーベク、 チョンミョンフンらによって、いくらか取り上げられるようになった。ありがとうございます。